やっていきましょう。10秒で20秒やって20秒休むっていうのを10本。YouTube 乗る。やば。これもう20、28。あ、28か。あ、そうだ。よしよし。よし。28日、よしよし。よし。お久しぶりです。お久しぶりです。天皇杯どうだった？決勝。楽しかったでしょ。え、あんな。あれ一番入ってた今まで過去人生。いや俺見に行ってたから、その一人だから俺。そっか、うん、選手権の高校サッカーの選手権が48,000最初だったんですけど、 それ超えました。1年楽しかった。そうです、楽しかったでしょ。楽しかったでしょ。ちょっと見てたわ。よし、見てた、試合見てた。UK ですか、見てました、めちゃくちゃ、ずっと見てました。そうそう、なんかベルティスお前見に来たの。ベルティスは見に来ました。俺いなかったけど。なんか渋い試合でしたけど。使えない。いや、いいでしょ。渋い試合だったじゃん、俺。渋かった、あれは。ジュントが。すごかった。ジュントすごかったな。ジュントすごかった。私、トミさん。トミめっちゃ良かったよ。トミめっちゃ良かった。だから一緒にやってたら多分楽しかったと思うよ。うまいっすね、やっぱ。マジうまい。やっぱパスとコントロールうまいから、リズム。まあまあ、リズム出る、リズム出る。誰うまかった、浦和。もう衝撃を受けたのは、もう新郎さん。やっぱうまい。天才、たくまさんみたいな感じで。あ、そうだよね。一番すごいのは、まあ、ボレーがもう神なんですよ。うまいイメージあるわ、うん、けど一番守備がマジでうまい。守備うまいんだ。もうやばいっす。なんか一緒にやんないと分かんないね、そういうのね。そう、プレスバックとか、うん、マジでボール取る。へえ。読みと、うん、そのクイックネスっていうんですか、アジリティがバケモンがいいんだ。あ、そうなんだ。びっくりした。へえ、イメージあるわ。Thank you.